初版、デミアン、エーミール・シンクレールの少年時代の物語とは、ヘルマン・ヘッセの小説である。第一次世界大戦中の1919 19年に発表された。この作品が発表された時には、エーミール・シンクレールという名で刊行されていた。しかし、作者がヘッセだということが明らかになったため、1920年からは、ヘルマン・ヘッセの名で交換されている。 この本を執筆していた当時、ヘッセは、スイスのベルンに住んでいた。そして、ドイツ領事館で、徴兵検査を受けたが、禁止を理由に不合格となり、ドイツ捕虜援護事務所で、ドイツ人捕虜に読み物を選ぶ仕事に就いていた。また、ヘッセは、祖国ドイツに、友よ、その調子でなく、という論文を送った。しかし、その論文は、 ドイツの戦争継続を批判する内容であったため、ドイツでは厳しい批判を受けてしまう。そのため、ヘッセは新聞の論評などで臆病者や裏切り者と罵られていた。その他にも、ヘッセは仕事の苦悩や肉親の死などの様々な悩みを抱えていた。しかし、ユングの弟子たちの助けを借りながら精神の回復を遂げる。そして、 誕生した作品が深い精神世界を描いた作品、デミアンである。ヘッセの作品では初めて、事故を追い求めるといった主題を取り扱っている。ヘッセの作風が一変した作品であった。第一次世界大戦の敗戦後、混乱期にあったドイツでは、この作品は、オスバルト・シュペングラーの西洋の没落と並んで、広く読まれていた。アキラと、 暗二つの世界に戸惑いつつも、真の事故を求めていく姿を描いた。この作品は、ヘッセの代表作と評価され、ドイツ国内だけでなく、世界中の青年たちに長く読み継がれ、大きく深い影響を与えた。小さな町のラテン語学校に通う10歳の主人公、シンクレールは、些細な理由で、悪道、クローマーに脅されてしまう。深く苦しんでいた、シンクレールは、 ある日、町にやってきたデミアンに救われる。デミアンは、シンクレールにカインとアベルの逸話について、そして、ミンとアンの両者が存在している二つの世界について、語った。そして、それは、シンクレールに大きな影響を残し、シンクレールの葛藤の日々が始まる。ありがとうございます。